ほい、そろそろ木だけの素材しかない生活を脱出したいな。と思っている鑑識セイレンロの妖精クロイが、今回もスカイオポリス後の攻略を進行していきます。こんばんは。今回攻略していくのはこちらのクエストカテゴリーとなります。このクエストカテゴリーを進めていけば農作物を多く入手することができるようになるはずですので、しっかりがっちりと走り切ってしまいましょう。このクエストカテゴリーの大まかな流れはオーガニックシーズと作物の種を組み合わせて、別の作物の種を作成するというもの。作物を作り、種を多めに入手して、次の作物の種を作る。というのが多くなるので、とっても地味な内容になるかもしれないですね。それじゃあ、早速やっていきましょうか。最初に組み合わせるのは小麦の種。するとビートルートの種になってくれます。ビートルートを作付けをして、スニークレンダーを行い、収穫しまくり、種を多く回収してから、次の作物の種を作成しましょう。しかし、スニークレンダーで作物の成長促進を超加速できるなら、自動的に回収できるようにすることができれば、骨粉の作成が相当楽になりますよね。いい方法ないかな。今の時点での自動回収方法を編み出せればいいけど、いろいろと試行錯誤するのもありですな。まあ、今考えてる方法としてはテンカースコンストラクトのサイスの範囲収穫を利用して、ひたすらスニーク連打するという方法が一番手っ取り早いのかな？問題はサイスなどのアドバンスドツールを作成するまでの道のりが果てしなく遠いというところでしょうかね。インゴットの精錬どころかかまどすらまだありませんから。個人的には早く鑑識精錬炉も作成したいんですけどもね。無論、溶岩を無限に作成できるようにもしないといけませんが。そのあたりの問題はクエストをクリアしていけば解決すると思っているので、一刻も早くクエスト攻略を進めていこう。ということで倍速でお送りしていきます。現状、このクエストに関しては種をオーガニックシーズでクラフトしていけば、クリアできるという単調なものなので、真下工法を活用することも視野にあったんですが、それだと数秒しか取れ高がないというのも事実。尺稼ぎをしようにもなんとも微妙な時間という地味に頭を悩ませた結果、倍速でお送りするという結論に至りました。加えて、このクエストカテゴリーの中に一つだけすぐに解決できないクエストも存在しているんですよね。すぐに解決しようと思えば一応できるのですけど、リスクがあるのが考えもの。というのも、クモを倒して糸を入手する必要がある。ということで、対策も講じずに入手しようとすれば、狭い足場で戦わないといけなくなります。最悪、クリーパーに足場を全部爆破されるという事態もあり得るので、トラップを作成してから取り掛かった方がいいんですよね。さて、話が逸れてしまってましたが、本編ではトマトの種まで作成できましたね。トマトや玉ねぎはクラフトで料理を作れば、空腹度のコスパが良くなるんでしょうかね。そうそう、料理関連のモッドもこの環境にもありましたね。キッチンを構えることができれば、それなりに面倒くさい料理も簡単に作れるはずの。今の時点ではまだそちらの作成には取り掛かれませんが、粘土を大量に入手できるようになれば、キッチンの作成に本腰を入れようかと思っております。粘土の大量確保の目処は立っておりますからね。察しのいい人は右上のミニマップを見たらわかるかと思いますが、カズキャンプほど離れた位置にあるんですが、グレイアイランドというテンカースコンストラクトで追加される浮島がございます。この浮島には固有モブとしてスポーンするスライムが粘土をドロップするので、これを有効活用しないのはかなりもったいないと思いません。ということで、小生石作成にも活用できるので、いつか粘土大量確保施設はしっかりと作り込んでいきたいですね。野望は大きくなるばかりですけど、現状ではまだ取り掛かれないというのが、かなりやきもきしますが、しっかりと準備を進めていきたいところ。さて、一通り作れるものは作ったと思いますので、問題となっている糸をどうするか考えましょうかね。とりあえず、ビートルートスープを作成するクエストに取り掛かりつつ、試案しますが。トラップ作る以外思いつかねえや。トラップ作成はちょっと準備が整っていないので、ストレーナーズのクエストカテゴリーにあるクエストを攻略していきますかね。このクエストカテゴリーはストレーナーを活用できるようにするという内容なので、ある意味ではチュートリアルのような内容となっておりますね。大まかに説明するとマルチブロックを水源に変えるアイテムの作成、ストレーナーベースの作成、メッシュを作成、ストレーナーにセットするネットの作成、成果物をゲットする、という内容ですね。そういえば、ストレーナーベースはホッパーのようにアイテムを収納することも可能だったような。この性質を利用すれば、トラップのドロップアイテムの回収も可能なので、下部分にホッパーで吸い出すようにすれば、いろいろと効率よく回収できるかも。さて、やることの確認も完了しましたので、ざっくりと攻略していきましょうか。アクアカタリストの作成することで水源を入手したと言えますので、いろいろとできることが増えますな。水源を設置することができるってことでサトウキビの栽培や米の栽培ができるようにもなりますし、水流による運搬もできるようになりますからモブの移送もできますな。ひとまず、水源設置してみることにしましょうかね。
米の栽培とかもやったことがないので、どういったテクスチャなのか興味もありますし、この後ストレーナーベースの設置も行うので、下準備ですね。バケツで自由自在に移動させるのはできないのがもどかしいですが、自分の好きな位置に水源を設置できるというのはかなり嬉しいです。さて、まずはお米の栽培をやってみましょうか。水中の土に対してじゃないと作付けができないという特殊な条件のようです。一応、現実世界において稲作が水中で行われる理由って何だったかな。アフリカ大陸の方のお米は確か水田ではなく、陸稲が多いというのも聞いたことがありますね。水田だと、雑草駆除の手間軽減、川から水を引くことで上流からのミネラルなどが水中に溶け込んでいる分、肥料の節約になったり、連作をしても大きな問題もなく収穫ができるとかそういう理由だったっけな。さて、お米談義はそこそこにクエストの攻略に戻りましょうか。ストレーナーベースを作成します。このブロックは水中に置くことで機能するブロックですね。ただ、活用するためにはこの後のクエストで作成する予定のネットをセットする必要があります。要するに水中に漂っているものをネットで引っ掛けて回収するというような代物だと思います。水中で本来の用途として活用するのはもちろんではありますけど、それ以外の活用方法も見出せる仕様もありますし、これからいろいろと使っていくかと思います。というか、鉄インゴットがないからホッパー作れないので、自動回収するような部分はホッパー代わりに活用していくかと思います。さてさて、ここからはストレーナーベースにセットするネットを作成していきます。このネットに関してはこれからどんどん大量に作成して、成果物をガンガン回収していくことになると思います。成果物がこれからどれくらい需要があるのかはまだわかりませんが、大量に回収して損はないでしょう。おっと、いけないいけない。メッシュはまだ中間素材なのでこの素材をストレーナーベースにセットできるアイテムを作っていきましょう。レシピはまだうろ覚えでしたが、まあ、こんなもんやろ。というノリで作成していきます。このアイテム1個でストレーナーベースで回収できるアイテムの数は256個。これはそこそこの数を用意して稼働すれば、かなり多くアイテムを回収することができるのでは。様子見ではありますが4個ほど作成して稼働していきましょうか。成果物の回収は少しばかり時間がかかってしまうので、多く作っておくメリットが大きいなこれ。ああ、そうだ。ついでにサトウキビも栽培しておきましょうか。今後後々大量に必要にもなってくるでしょうから。いやはや。水の解禁のおかげでかなりできることが本当に多くてエグいですね。このクエストカテゴリーのクエストはこれで終わりになりますが、次回はどういう感じで攻略していこうかな。次回も楽しみにしていただければ幸いでございます。